田さん、こんにちは。こんにちは。上坂さんは本日残念ながら喉の休養のためお休みとなってしまいましたが、何かメッセージはありますか？大好きな三沢さんからのメッセージならきっと励みになると思います。ぜひともカメラ目線で、これからも末永くお幸せに。じゃあ見てると思います。上坂さん、今放送見てますか？私はあなたのことが大好きです。この番組、あなたの大切な誇りというこの番組、大切に楽しい番組にするんで見守ってください。なぜブースから笑い声が起きた？今ね、大人の方から笑い声が起きたんですよ。なんでですか？こんな真面目にね、愛を伝えて、そして責任感をちゃんと背負ってますよってことを伝えたんですよ。全くなぜ笑いが起きるのか分かりませんけれども、はい。これツイッターっていうのもチェックできるんですか？素敵だ。この、何ですか？これなんてやつですか？このシュッシュってやるやつでね、見えるみたいですよ。あら、シュッシュってやったらみんな見てくれてる。すごい。生放送ってこういういいところがありますね。結構収録番組とかやらせていただいてるんですけれども、こうやってね、生で反応が返ってくるとね、シュッ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 、楽しい。はい。いや、皆さん、ほんと嬉しいですね。ぜひ楽しんでくださいね。うん。ちょっとシュッシュしきれない。ブースを来た。ロシア語。闇マーチ。単語でしか私追えない。上坂さんいつもすごいな。